はい、じゃあ皆さん、マイク、OK、開いて大丈夫な人は感謝しますのコールを皆さんで一斉に言って始めたいと思いますので、せーので言いますからね。せーの、感謝してまーす。素晴らしい。素晴らしい。ありがとうございます。今、ケンちゃんの声が聞こえたね。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ということで、じゃあご挨拶を。はい。よろしくお願いします。それでは参ります。せーの、ひとりさんの愛と光と楽しいを配信するオフィス花江でーす。素晴らしいです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ということで、はい、じゃあ今日も一番最初から、ひとりさん、いつもの、恒例のひとりさんクイズから、始めたいと思いまーす。今日はですね、まあ、ちょっとね、みっちゃん先生からも、ちょっとね、アドバイスもあって、あ、それいいなっていうクイズがあってですね、じゃあですね、まあ、ひとりさんもみっちゃん先生も花江さんも、これはね、本社の皆さんも、もちろん恵美子さんも好きな、ですね、ドトールって皆さん知ってますか？ドトール。これはドトール知らない人はね、もう問題、わかんないです。コーヒーショップ。コーヒーショップドトールです。コーヒーショップドトールのですね、まあ、我々はコーヒーショップドトールの中の、あるものがですね、結構好物で、いつも頼みますが、まあ、このマキちゃんとかうちは知ってると思うんだよな。知らないかも。好物。まあ、ドトールあんま行かない人はね、どうかな。いや、まあ、そこも言っちゃうとね、もういきなり範囲が狭まっちゃうんで、これは最初飲み物、食べ物問わずに最初言っていただいて、そこから絞っていきたい、ことにしたいと思いますんで、はい、皆さんね、じゃあ何が好きかっていうのを、まあ、ひとりさん、まあね、ひとりさんも好きだけど我々も好き。皆さん、お好きな。皆さん、好きなメニューです。メニュー。はい、何でもいいから言ってください、とりあえず。はい、どうぞ。はい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 、さちゃん。感謝してまーす。してまーす。トースト。トースト惜しい。あ、そっちだ。これ、ふーちゃんになって、この間言われた。はい、違う。はい、ためが、そう。はい、うん。まあいい。はい、はい、どうぞ、ふーちゃん。ホットドッグ。ホットドッグ。惜しい。惜しい。近いです。はい。はい、はい。エビアボカドのサンド。これは、惜しい。惜しい。惜しい。あ、うっちゃん、ほんと知らないの？はい。知らないです。知らないです。もう聞いたら、もう即、真似していきます。惜しいです、これは。惜しいです。だいぶ、そういう系統なんですね。メニューとか、こう、知らない人だと、そうなんだな。そう、名前出てこないから、これで知っていただいて、ドトールさんに貢献するというね。ドトールさん、お待ちしております。はい。コーヒー券ぐらい欲しいよね。コーヒー券？まあ大丈夫です。はい。はい。うっちーの答えは相当惜しいです。相当惜しいです。惜しい。エビ、アボカド、なんとか。なんかサンド。サンド。そうですよね。それはすごい惜しい。惜しい。惜しい。どなたかで、ググって。今調べてるのかな？ジュンジュンさん。ジュンジュンちゃん。ジュンジュンさん。ミラノサンド。お、ミラノサンドはめちゃくちゃ惜しいですが、ミラノサンドはですね、確か2種類あるはずなんです。今2種類。今2種類。今2種類で、はい。イナホちゃん。感謝してまーす。サーモンのサンド。これはね、違います。ミラノサンドは、すごいというか、もうほぼ当たりに近いんだけど、ミラノサンドはもう2種類あんのよ。2種類。わかりやすいよね。声で大体トーンで、なんか、あ、近いなとか。いいね。その辺も楽しみです。楽しいです。いいです。はい。はい。サンドはサンドです。サンド。ミラノサンド。あ、ゆりちゃん。はい。はい。ゆりちゃん、どうぞ。テリヤキチキンキンピラ。いやー、そうだなー。ちょっと、あのね、いや、今さっきミラノサンドほとんど正解じゃん。ミラノサンドが2種類あるから、その中のどっちか。だけど、ま、これ難しいわ。ミラノサンドも正解でいいか。ね、うん、まだ、ABC とかってある。そうなの。今は A と B しかないな。今は A と B。そう、すごい真逆なんで、ごめんね。あれね、ゆりちゃんが言ったやつはちょっと高いやつだよ。そうなんだ。勉強になりました。500円くらいするんじゃない？そうなの？そう。そのミラノサンドの A。A。ミラノサンドの正確に言うと A です。
A、じゃ若干具が違うんです、ね、若干具が違うそう素晴らしい質問ですそれは。えっ、ー、とですね、ミラノさんの確か A はなんかハムとか生ハムとかがあとレタスとかが入っててそうでミラノさんの確か B はそれにチーズが入ってるんですよ。なるほど。そうだからその今のハム生ハムにチーズと、はい、あのレタスがくるんであるんでそれはミラノさんの B なんですよ。間違ってはいけません、はい、皆さん。A です。A です。ああなるほど。知ってたらもう働きそうですね。そうね。まあここはね皆さんもだから今度ドトールに行ったら、はいはい、ミラノサンド A を頼んでください。はい。ありがとうございます。でもジュンジュンジュンさんじゃあ、ね、おめでとうございます。はい、万歳いかしていただきまーす。せーの。万歳万歳万歳よっしゃー素晴らしいです。はい、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあおちゃんとみりんは、はい、大丈夫準備できてますか。はい、はい、じゃあ好評のね、はい、あのコーナー楽しみ楽しみ、はい、なんかね、まあ昨日も言ったけどね、エミリンとおちゃんが紹介してくれた商品が ねちょっと売れましたみたいな体験談もいただいて、ね、嬉しいね、ありがとうございます。うん、じゃあ一応自己紹介からお願いします。はい、あ、じゃあ用意スタート。用意スタート。はい。おちゃんでーす。おちゃん。感謝します。エミリーでーす。はーい。感謝します。ます。あ、どうぞ。私が出た方がいいですか。あ、出るよ。あ、じゃあうちが出てくれます。はい、大丈夫です。はい。今日は、じゃあジョーカーお汁をご紹介したいと思います。ジョーカーお汁でー見えるかな、みんなね。はい。でジョーカー青汁はあの大人気のダイエット青汁に自然塩、うんうん、塩化ナトリウム自然塩をプラスした調理になります、はい、素晴らしい、で、まあ、注目の成分としてはあのサイリウム、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 なかなか聞き覚えのないものなんですが、まあ、これは2つの食物繊維を、うん、のパワーを合わせ持つものになります、うん、でこれが最良の食物繊維でそれに注目して入って、うん、このジョーカー青汁に入ってます、で食物繊維なので、まあ、不溶性と水溶性の2種類に分かれて、うん、まあ、その両方の性質を持っているのがこのサイリウム、水に溶けやすいのと溶けにくい、うん、なるほどね、性質を持ってる、お、両方あるってことですね、なるほど、それがあるってことは、うん、なんかサイリウムが、うん、あの体の中で胃の中に入ったサイリウムは、うん、膨らみながら、うん、繊維のバリアを形成して、うん、で満腹感を得られると同時に、うん、余分な油やカロリーを、うん、胃や腸が吸収する前に包み込んで排出すると言われています。すごいすごいですね、それが、うん、一番あのメインの成分になります、うん、素晴らしい、素晴らしい、その他成分として、あ、あれだわ、うん、はい、はい、その他成分として、はい、大麦若葉松、はい、はい、うん、はい、あと抹茶松、うん、緑茶松、うん、ウーロン茶エキス松、すごい、ちょっと自分切れてた、ね、あ、そう大きいから大丈夫、身長がね、ケール松、はい、あと熊笹松、はい、うん、たくさん本当やっぱりまた、うん、まあ、毎回どの商品もそうなの、結局バランスやっぱり、うん、あの職員でバランスだと思うので、そのバランス考えたものがたくさん、うん、あのしっかりとバランスよく入ってます、素晴らしい、素晴らしい、はい、成分は以上ですね、はい、はい、じゃあ飲み方はどうだ、はい、あ、じゃあ飲み方ですね、はい、うん、これあの一本一本入ってるんですけれども、はい、それあのぬる水か、はい、ありがとうございます、うん、こんな風に一本ずつ入っています。で飲み方は水かぬるま湯 200cc ぐらいのお水で溶かして、うん、シェイクして、うん、一気にガッと飲んでいただきたい、うん、すぐ飲んでいただきたい感じです、うんうん、そうね、すぐまあの何て言うんですか、あのドロンドロンに溶けて、うん、そうだね、あ、なんかゼリーみたくなっちゃうね、そうです、あ、そうです、その通りです、うん、はい、味はなんかもうあの普通のなんですかね、はい、抹茶とか入ってるので、うん、はい、うん、青汁系の味でございます、はい、はい、で、あのお塩がですね、これ特徴として、うん、あのお塩があの、うん、結構あの効いてるんですけれども、塩があの不足すると大変っていうことで、うん、はい、ここで言うお塩とは自然塩のことです、はい、自然塩、自然塩、うん、ね、はい、はい、うん、あのお塩が不足すると気力がなくなったり、めまいがしたり、やる気がなくなったり、下痢、便秘、無力感、胃下垂、熱中症などなどなりやすいと言われてます、うんうんうん、で、あとですね、あのお酒とか甘いものとか果物とかお好きな方、うん、これも塩を消費する食べ物になるので、うん、やっぱりこういう方にも塩を取っていただきたいです、素晴らしい、はい、はい、うん、
って生きていくために絶対必要な塩を浄化王子で手軽に取っていただきたいってことで、素晴らしいです。はい、させていただきました。はい、ありがとうございます。今日せっかくなのでシェイクというのをちょっと、すごい、はい、うん、実演実演、実演を、はい、じゃあこのシェイカーに開けちゃいますか。あ、いいですか、これ、はい、実演販売、はい、水このぐらいですね。はい、まあ、専用のシェイカーがまたこれも、うん、ご購入できるので、はい、あ、シェイカーもある、はい、はい、お店でも、はい、オフィスでも、お店さんでも、でこれを、はい、これをシェイカー中に入れます。はい、皆さん体にダダッとね、ダダッと入れて、はい、見えてます。はい、ちょっと粉が飛んで、はい、大丈夫大丈夫、全然、うん、ちゃんと閉まってるな、ビシャッと。だから斜め立てのすごいことなんだよ。あーみたいな。俺はいつもこぼしてる。平行にして閉めないと、はい。手こ入れて、はい。振ります。今日せっかくなので、ちょっとこのカクテル風。わー、振りますよ。カクテル王ちゃん、はい。はい、はい。あ、腰を打ってます。よりよりの。はい、いやーい、おお、カクテル王者、楽しいですね、はい、シェイクも楽しい、楽しい、飲んじゃってください。乾杯、乾杯、感謝しろ、感謝しろ、イエイ。お食事前にぜひ、お食事前に、はい、そうそうそう、はい、食前だね、食前に、うまーい、うまーい、はい、はい、素晴らしい、以上です。あ、お値段はおいくらですか。お値段は、うん、はい、税込みで12,960円になります。安い、1ヶ月分だもんね。1回にすると百何十円ぐらいですよ、多分計算よくわかんないけど、はい、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、感謝します。はい、皆さんもね、はい、浄化落ちるこういう商品もありますよっていうことでね、はい、ありがとうございました。感謝してます、感謝します。はい、はい、じゃあここからですね、はい、ちょっと感謝してますのお話のね、はい、ちょっと追伸があります、はい、ひとりさんみたいに追伸です。はい、ありがとうございます。はい、ですね、昨日もね、おとといもずっとここ連日ね、お伝えしておりますが、はい、感謝してますのお話で、昨日もちょっと言ったけど、ね、一言でも言ったらね、天国に行けるよって話、あそこでもちょっと詳しくね、話そうっていうお話があってですね、実はですね、感謝してますを、これは、要はね、なんでその天国に行けるんかって話からね、もう一回戻すけど、要は、感謝してますっていうのを相手に、ちゃんとだから自分以外の相手に伝えるってことです、一言でもね。そう、それを言うと天国に行けるっていうのと、あともう一つあります。うん、はい、もう一つあって、うん、もう自分一人でも本当にこの感謝してますよ、世の中に広めるんだっていう人がですね、天国に行けるよってお話がありましてですね、そういうことなんですよ。じゃあ誰かが広めてくれるからいいかじゃダメなんですよ。ダメなんですよ。やっぱり自分一人でも広めるっていう人がちゃんとね、この二つをですね、やっぱり我々なんか分かってると端折っちゃってさ、相手も分かってるって思いで話しちゃうのが、やっぱこういうの正確にお伝えしないとと思うなんで、必ず相手に、相手ですよ。相手に一回でも伝える。うん、そう。それと、自分一人でも、世の中に広めるんだっていう人が、うん。そう。これがね、天国に行けるんだっていうことをね、ちゃんと覚えておいてもらえれば、嬉しいなと思って、ここはね、ちょっと正確にお伝えしようっていうことでね。はい。そう、そういうことなんですよ。相手に声出して初めて。そう。そうか。そうなん。まあ今日もね、俺早速ね、ああ、そうかって、俺も本当にそれ大切なことだと思って、今日ね、定食屋のお父さんにね、最初に挨拶した時に、感謝しますって、あれ、いつもありがとうございます。って言ったら、はい、定食屋のお父さんで一瞬ね、なんかみたいな1秒くらい間が空いて、空白の時間がありましたが、でも、うん、その後がね、すごいニコってなって、いやあいつもありがとうございますっていうね、こと言ってたんで、いいね、そう、これでもね、本当に昨日もあったけど、うん、言い慣れちゃうとすごくね、うん、逆に、なんていうかな、言わないと気持ち悪い、うんうん、だってね、うん、実践してるよね、うん、オフィス来る時も、うん、
感謝してますって入ってくるようになったよね、うんうん、なんかそれは今までも言ってねってなんかイメージだわまあさらにな知ってるからそうだよな でもやっぱりいいからねそうこれもいつもほらひとりさんもみっちゃ先生もね羽根さんも俺もそうなんだけどやっぱりなんかあんまいつも一緒にいて仲良しになるとさなんか感謝してますもなんかあんまり意識しなくなっちゃう言ってるかもしれないけど意識なんかちょっと家族みたいにそうだからまきちゃんでもさ改めてさいつも会ってるのにさ感謝してますとかって何か言ってるか言ってないか分かんないもうねそうちゃんと言うようになったって言ってますから言ってますみんなね、なんかオフィスでも言ってる。さあでもね、オフィスのみんなもね、なんか前よりも、この話が改めて出たら、前よりもなんかね、感謝します、意識して使うようだったよね。しんどそうに、おはようございますって入ってきてもんね。そうかなそうああ、ね、そうですね、なんかこう、おはようとか。まあね、入ってきたらおはようとかね、なんか感謝しますとか言うかもしれないけど、そうだね、なんか意識が、そうだね、するとまた改めて俺も違うなと思って。ますます楽しい。楽しいです。楽しいです。まあでもみんなもね、昨日も話出てたけど、マルカンの人たちにはね、なんか感謝しますって言葉を使うかもしれないけど、うん、やっぱ一般の人に使うっていうのは一歩ね、勇気がいりますみたいな体験でも昨日あったじゃないですか。でも、さっきも言ったように、一人でもね、感謝してますを伝えると、本当に天国に行けるっていうのと、相手にね、自分以外の人にまず伝えるとかすごく大切。それと、自分一人でもいいから、世の中にね、広めるんだっていう。いう人です。そう、そう。ね、そうしたら、本当天国に行くという話がね、ちゃんとあったんで、ここは正確にね、伝えようってことなんで、まあ、そのことをね、今日追伸で、ちょっと入れさせてもらいました。ありがとうございます。皆さん、でも皆さん、楽しいよ。なんかね、感謝します、伝えるゲームみたいな感じで。楽しいよね。ゲームいや、本当だね。なんかみんなにね、なんかゲームしてみてもいいかもしれないね。なんか本当に改めて、いつもさ、普段一緒にいるとさ、逆に、なんつう、普段一緒にいると改めて、みたいがないよね、うん、そうでもなんか本当に感謝しますをなんかちゃんと言おうって意識しだした時に改めてやっぱ身近な人にもちゃんとね感謝しますを伝えようっていう風になるから、ね、それすごいいいと思った、ねね、私も社長とバイバイする時に必ずお互い、うん、じゃ感謝してますが あの合言葉というか、うんうん、この話が出てきてからさらに意識するようになりました、ね、素晴らしいですね。本当だね。だから仲良しでもねそうやってやってるとね、うんうん、余計楽しいよねってことでね、はい、ありがとうございま す、ね、皆さんもねありがとうございました。はい、はい、じゃあここから皆さんのね、はい、はい、質問と感想コーナーに移りたいと思います。はい、はいはい、皆さんのでございますか、うん、あ、まみちゃん、まみちゃん、はい、感謝してます。今日も感謝してますの実践してきました。ランチに行ったお店でお金払うときに、向こうがありがとうございますって言ったときに、ありがとうございます、感謝してますって出したら、最後、本当にめちゃくちゃいい笑顔で素敵な対応をしていただきました。やっぱり心の扉開けるなと思いました。おー、すごい。すごい。今日はその話じゃなくて、どの話にしようかなと思ったんですけど、母の体験談です。はい、はい、じゃあ用意してください。よーい、スタート。はい、感謝してます。私の85歳になる母、母は85ですけど、私は18です。大丈夫、お米のお子さんだ。母はね、85歳なんですね。ちょっとびっくり年が離れてるんですけど、はい。で、母が、この間、日曜日と月曜日に、二人で伊勢島に旅行に行ったんですけれども、去年のちょうどね、1年前、急性心不全になって、入院をして、一命を取り留めて、ひとりさんサプリで、日常の生活困らないくらいすごい元気になって、で、ますます元気だったんですけれども、旅行中、神社をたくさん巡ったんですが、一日目が、8000歩くらいで、二日目は、2万歩歩いたんです。歩いた、すごいね、2万歩。はい、おぉ。すごく不思議なのは、旅行の前日から、なんかワクワクしすぎちゃったみたいで、母はちょっと、なんか一睡もできなかったって言うんですね。楽しみすぎて。そう。で、車に乗っても全然隣で寝なくって、で、ずっと来てて、で、それでホテルで一泊した時に、なんか、また私寝れなかったって言うんですよ。
だから、なんか全然寝てないのに、この元気って、どこからそのエネルギーが運ばれてくるのかなと思って、きっとなんかね、ひとりさんのサプリを飲んでると、いろんなところから、宇宙エネルギーとか入ってくるのかななんていうふうに思いました。ああ、どっか、あとよっぽど楽しかったんだろうね。はい、もうびっくりしました。私の方が、本当正直、さすがに、ああ、なんか、遊びすぎちゃったみたいな感じで、ちょっと、ね、完全燃焼しちゃったんですけど、母が元気なのがびっくりでした。いや、そうです。すごいね。はい、ね、はい、以上かな。はい。はい、以上です。はい、2分2秒おめでとうございます。万歳いきまーす。万歳。よっしゃー。素晴らしい。ありがとうございます。やっぱ歩くっていいよね。なんかね、最近、最近っていうか、結構前からだけど、ひとりさんのリハビリって話があって、やっぱり、なんていうか、病院でほら入院とかした人なんかもさ、リハビリね、見たとか経験ある人なんかもいるかもしれないけど、リハビリってさ、ちょっとやっただけすごい、ね、回復するじゃん、結構動けない人が。で、ひとりさんがリハビリってすごいって話してて、でも、普段からみんなリハビリだと思って動かせばいいんだよって話があって、あ、そうかと思って、じゃあ俺も歩こうと思って、で、結構歩くの楽しい。で、今さ、なんかすごく、まあもちろん、こう、景色見ながら歩くのも楽しいし、なんか今の時代だと結構スマホにさ、なんかちょっと歩くゲームみたいなやつもあるのね。そうそうそう、ああいうのをやってると、なんか目的ができるっていうか、なんかほら、あとほら、なんか、ああいうのって楽しいのは、ちょっとしたなんかお地蔵さんとか、ちょっとしたなんか祠みたいなね、スポットみたいに出てるのよ。そう、だからそこ目指して歩くと、あ、こんなとこにお地蔵さんあったとか、こんなとこに祠あるんだみたいな、なんかちょっとした冒険みたいなができるのよ。いいですね。だから、結構、講演会で、なんていうの、出張に行くじゃん。そうすると、結構朝早起きして、1時間ぐらいぐるぐる歩く。ああ、いいですね。そう、楽しいよ、すごく。健康にも一緒に、ひとりさんのリハビリって話をずっと覚えてて。だから皆さんも、その、普段から、なんつうか、リハビリっていうか、リハビリでそんなに良くなるんだったら、やっぱ普段から歩ってるとね、そうやってすごく良くなるのを継続できるっていうかさ、だから皆さんも、この話をね、覚えておいてもらって、普段がね、歩ったりすると楽しいと思いますよって話でしたね。ありがとうございます。はい、感謝してます。はい、感謝します。はい、はい、さっちゃんが挙げていらっしゃいますかね。さっちゃん、はい、はい。さっちゃん、はい、ね、感謝してます。感謝してます。感想。はい、じゃあ、よーい、スタート。なんかね、昨日、6時で終わってからミキティが言ってたんですけど、なんかね、足が悪い人って階段をこう、一段ずつ降りて、たり登れたりできないんだってね。で、一個って何？両足で。一段を両足。そうそう。それで、なんかね、あれでももしかしたら水素飲んでるのでね、もしかしたら降りられるかなと思ったらトントントンと降りられたって。おお、片足ずつすごいね。で、そしたらなんかね、今日ちょうどミキティ来たとき帰るときにお客さんも来てね、その人も足悪いんです。それでなんか。なんかミキティなんで階段降りられるようになったのって言ったらね、水素って言って帰ってって、そしたらその人も水素買っていきました。ねー、以上です。ありがとうございます。おめでとうございます。51秒おめでとうございます。万歳いきます。せーの、万歳万歳万歳。よっしゃー、素晴らしいです。ありがとうございます。はい、はい、ございます。はい、はい、はい、あ、ジュンジュンさん。ジュンちゃん、はい。はい。感謝してまーす。感謝してまーす。感謝してまーす。いつもありがとうね。質問です。いつもありがとうございます。質問です。はい。サプリメントのことなんですけど、はい、それぞれ基準の目安の量っていうのがあると思うんですけど、はじめはそれがベストな量なのかなと思って、出たんですが、いろんな人の話聞いてるといっぱい飲んでる人が多いので、本当はいっぱい飲んだ方がいいってことですか？いい質問だね。これは、いや、いっぱい飲んだらいいってことじゃなくて、簡単に言うと、
そうなんつ、調子良くしたいとか、もっと早く元気になりたいみたいな人は、たくさん飲むみたいな人がいるよっていうだけの話であって、そのなんかたくさん飲むのが合ってるとか間違ってるとかっていう話じゃないのね。うんうん、そうだから、じゅんじゅんちゃんは、私は1ヶ月に、1個、普通に飲んでいきたいっていうのはそれ全然いいし、例えば、なんかまあこれ極端な話だけど、自分はその体の中の調子がちょっと悪いとかね、うんうん、ちょっと血液検査したらこういう数値がちょっと出ちゃったみたいな人はちょっと多く飲んでるみたいな人が多いけど、うんうん、たくさん飲むのがいいとかどうとかっていう話じゃないから、それは自分の好みで全然いいよっていう話だから、そこは心配しないでいいよ。うん、あ、はい、同じのいっぱいじゃなくて、いろんなのを飲みたいんですけど。まあ、それは自由でいいよ。じゅんじゅんちゃんが好きなコナンツ、それは自由にさ、決めてもらっていいよっていう話だから、そこは別に自分の好みでいいんじゃない？うん。あ、はーい。うん。ありがとうございます。そうね。素晴らしいね。お話いつもありがとう。感謝してまーす。はい。はい。じゃあ行きまーす。せーの。万歳！万歳！万歳！よっしゃー！ねえ、いつも質問ありがとう。ありがとうございます。はい。感謝します。はい。はい。はい。誰か手挙げてるかな？さあ、田中ひろこさん。はい。はい。感謝してまーす。ありがとうございます。ああ、いつもありがとう。はい。うん。福岡公演楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。熊本公演で、妹の話をしたと思うんですけど。妹ちゃん、はい。はい。今日いい連絡、いいことがあったって連絡があって、うん、立山町の講演会に行ったことはないんですけども、YouTube を何度か送ったんですね。はい、はい、はい。で、今日連絡があって、臨時収入があったって。おー、YouTube でも効果がある。すごい。で、妹4人家族で、うん、息子さん夫婦と、うん、生活してるんですね。うんうんうん、で、それが、息子さんも、なんか、ちょっと前から、気になって、ひとりさんの YouTube を見ていたそうなんですね。うん、だから妹が、いやお姉ちゃんに聞いたよって言って話が盛り上がって、うん、でちょっとうるさいご主人がいらっしゃるんですね。ああ、ご主人うるさいね。うん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 。で、それでアホを、うん、3対1で連発していったら、うん、すごくやなったっていう話を今日聞きました。あ、よかったね、素晴らしい、はい、そう、何、ご主人さんにアホを連発したの？うん、そうです、そうです。息子さんも YouTube 聞いて、うん、妹にアホの話を息子さんも聞いて3対1で3対1要は全員家族全員でお父さんにやったそうです。そしたらもうご主人が、旦那さんがすごい優しくなったんだけど、すごい不思議って。おお、すごいね。やっぱりひとりさんが神様から聞いたアホもすごい効果がありますよ。でもすごいなんか最近不思議な体験があるのでって言ってたので、また連絡が来るかもしれない。おお、よかったね、嬉しいね、ありがたいです。はい、でもね、嬉しい。なんか妹さんにも紹介してくれてありがとうね。うん。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。感謝してまーす。動画だけでも効果がある。素晴らしいですね。臨時収入。来た人もっとすごいぞ。まあ、それは嬉しい。だから本当、そう、大開運講演会って言われてるんだけど、俺自分で言ってないんだよ。本当に、なんか来る人がみんなで大開運、大開運って言い出して、いつの間にかね、ひとりさん直伝大開運講演会に。なったっていうね。それもなんか聞いてびっくりして、大開運って何って最初聞いたのか。そしたら、来た人になんかいいことがすごいいっぱいあるんで、なんかいつの間にかなんかみんなが言い出すようになって大開運講演会に。ね、なんか聞き流して、こう YouTube 置いとくだけでも違うかもね。いや、嬉しいですね。いや、でも YouTube ね。上がっちゃいますね。いや、嬉しいですよ。皆さんのおかげです。ありがとうございまーす。はい、はい、ひろこさんありがとうございました。万歳いきまーす。せーの。万歳！万歳！万歳！よっしゃー！いつもありがとうね、熊本とかね、九州地方来てくれてね、ありがとう、嬉しいです。はい。
はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、だからね、あの YouTube の皆さんもね、あのコメント見てますけど、ちょっと昨日も言った通りね、あのコメント読んでると時間がなくなっちゃうんでね、あの皆さんのコメントを見させてもらえますか。でもありがとうね、皆さんそれぞれでね楽しくやってください。うん、あ、はいはいはい、あ、じゃあどうぞ。はい、じゃあ用意スタートでいくかね。はい。嬉しい報告、報告っていうか。はい。はい、いいです。じゃあ、用意スタート。感謝してます。感謝します。はい、ふーちゃん、けいちゃんです。よろしくお願いします。はい、よろしく。ちょっと素敵な画像を入手しまして、うん、あのね、達也部長ね、あの、うん、講演会ね、引っ張りだこで、彼女さんもね、7万人ぐらいでね。7万人すごいですね。計算したら、計算したらね、1日1人会ったとしたら、19年ぐらい待たないと会えない。俺だ、真の始皇帝よりすごい。で、それでね、もうあの、絶好調なね、あの、達也さんですけど、新しいお家をご購入されたみたいで、その画像がありまして、うん、2階建てのね、あの、サンルーフ付きの、うん、トレーニングジムがついたご自宅をね、うん、新しく購入されたそうで、うん、いいですか、この画像出していいですか、うんうん、出していいですかって、もう準備してる。はい、こちらです。見えますか。あ、これはなんかハムスターの達也くんじゃない。あ、これね、2階建て、なんか、そうそう、2階建てでね、で、うん、上がこれ屋上で、いい、あの、コーヒーカップの中にも今、うん、カメラ目線出てきて、うん、で、この箱の中に入ったら、うん、反対側にあのなんかあの、ま、回し車、うん、ああ、くるくる回るやつな、で、それでなんか運動して、で、なんか部屋の中も仕切りがちょっとあって、うん、ちょっとなんかこうスタイリッシュな都会的な感じで、でも運動もちゃんと達也くんしてるんですよ。うん。ちょっとガサガサ。ちょっとだけ、ちょっとだけ、ちょっとだけ、ちょっと、ちょっとだけ。はい、ちょっとだけ。運動してるの見える？まあ、反射してる。反射してる？まあ俺たちから見ると止まってるけど、まあ運動してるってことで。はい、以上です。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、1分49秒、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。いただきます。バンザーイ、バンザーイ、バンザーイ。ありがとう、よっしゃ、ありがとうございます。ありがとうね、ハムスターの達也くんね。達也くんのお母さん、お母さん、お母さんまで一緒に、あの、はい、ありがとう。お父さんにだそうで。なんかハムスターって可愛いよな。うん、嬉しいです。ありがとうございます。名前ね、つけていただいてありがとうございます。はい、はい、じゃ皆さんのでございますか、何か、うん、はい、さやちゃん、さやちゃん、さやちゃん、ちょっと待ってね。はい、うん、感謝してます。感謝します。うん、でいいよ、大丈夫ね。はい、昨日もあの話させてもらってありがとうございます。ありがとうございます。感想とか体験談で話させてもらいます。はい、お願いします。はい、用意スタート、が用意スタート。感謝してます。あの昨日はあのいつも緊張するんですけど話させてもらって、ここで場数を重ねさせてもらってます。素晴らしいです。あのまだズームにも慣れてなくて、この手の上げ方の皆さんがされるやつもわからなくて、今日あの顔出しであの頑張って話させてもらってるんですけど、いつもここで、はい、頑張って話せた日にはなぜかいいことがあるっていうのを言って、すごい。前もなんかサプリのこと話したら、あ、サプリが売れたとか、昨日もあのすごいウッチーさんの旋回の旅が楽しくてって言ったら、あのその日のあの旋回の旅でじゃんけんで一番に勝たせてもらって、はい、ね、あのここで話すといいことがあるっていうのを分かったので、あのぜひ皆さんもここで話したらいいことあるよっていうのを伝えたくて来ました。で、あの昨日話したけど、もっとこういうこと話したかったっていうのがいっぱい思ってきて、あのウッチーさんがいつも本当にすごくて、なんか曲とか動きとかもいろんなことを変えたり、そのなんか衣装とかも変えて、いや本当にすごいっていつも感動して楽しませてもらってます。感謝してます。ありがとうございます。あと、あの昨日最後に花江社長がすごい出てきてくださって、すごい感動してわーって手振ってたんですけど、うん、なんかあのなんかその時に手からピリピリするものがあって、すごい
い波動がいいの、まあ、波動がすごいいいんだなっていうのを勝手にあの個人の感想ですけど、うん、思ったっていうのがあって、うん、昨日あの達也部長のなんか講演会で達也部長が白く見えるとか、うん、ちょっといい匂いがするみたいな話が出てて、うん、あ本当にそういうことあるんだなって思って、うん、その私はそういうふうに見えたりはしないんですけど、あとなんかご神木とかでもピリピリするっていう方もやはると思うんですけど、私はあんまり感じない人なんですけど、なんかあの波動調整器っていうのが日本に 7カ所あるみたいで、あの波動調整器っていう兵庫県に3つ固まっているところがあるみたいで、そこに前に行った時にあの波動調整器触ったら、あピリピリするって初めて、あこういうことなんやって感じたことがあって、あ私にもそういうちょっと感じる力出てきたんかなって思ったら、昨日花屋社長に手を振ったらそういう感じを受け取った気がしたので、素晴らしいね。はい、あの花屋社長もすごいあの、ね、いつも素敵やし、もうここのズームがすごい波動が高いんやっていうことを言いに来ました。素晴らしい、ありがとうございます。嬉しいです。感謝してます。嬉しいです。ありがとうございます。はい、2分47秒おめでとうございます。万歳いきます。せーの、万歳。万歳。よっしゃ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、先生、はい、はい、あ、山田さんちょっと待ってね。はい、はい、ごめんなさい、すいません。お先に浅井先生、はい、お願いいたします。あ、はい、はい、感謝してます。ありがとうございます。はい、感謝してます。はい、緊張してます。あ、本当。なんで。はい、東京ひまわり健康クラブの朝ちゃんこと永田朝里です。はい、報告かなんかよくわかんないんだけど、まあ、ぜひ言ってください。はい、用意スタート。はい、ちょっと前にお電話をある方からいただきまして、はい、で、まあ、初めての女性なんですけども、はい、なんか去年達也部長の講演会をどっかで参加されたということで、はいはいはい、うん、まあ、それ以来なんかずっと達也部長のことが忘れられなくて、はい、忘れられなくて、なんかこう達也部長のことを思うとなんか胸が熱くなるっていう。胸が熱くなるよ。ちょっと私嫉妬しちゃったんですけど。嫉妬されるどういうことね。それで今度ね、来週19日水曜日に、初めて小金井の方で、達也部長の、はいはい、大開運講演会をするんですけれども、はい、ぜひ、それに参加したいということで、はい、まあ、その方、近県の方なんですけども、はい、やっぱり YouTube も最高に見てるんだけども、うん、やっぱり生の達也部長が、ぜひ会いたいということで、うん、いらっしゃってくれることになりそうです。嬉しいね。まあ、そこでそんなに、その方は40代か50代前後だっていう感じなんですけども、どこがそれほど彼女を魅力する達也さんの部長の魅力ってご自身ではどれ辺にあると思ってらっしゃいますか。それ聞きたい人に聞いてよ。俺は自分でって言われてよかったけど。いや、でも、わかんない。ご自身ってどの辺にありますか。まあでも、まあこれはね、いつもひとりさんにも教わってるし、まあ俺の講演会に関しては、肩の荷下ろし軽くするっていう目的だけでやってるから、なんかもしかするとすごく軽くなってね、なんか心の重しが取れてっていうことで思ってくれてるのか、まあわかんないけど、まあ、浅井先生、そのお客さん来たら逆に聞いてみてくださいよ。あの人どこがそんなにいいんですか。聞いてみますけど。僕もいいですよみたいな。僕の方がいいですよ。僕の方がいいですよ。負けませんよ。いや、でも素晴らしい。です。ああ、嬉しいです。ありがとうございます。じゃあ、以上かな。はい。はい、2分13秒おめでとうございます。はい、ありがとうございます。せーの、万歳。はい、万歳。よっしゃー。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ね、これ、浅井先生もそうだし、皆さん結構講演会主催するっていう人たちそうなんですけど、結構ね、連絡いただきましたとかね、なんか、こう、問い合わせがね、結構ありますみたいなね、話もあるみたいで、それでも嬉しいよね。なんかやりますって言ってシーンとしてさ、何も反応ないっていうじゃさ、それよりなんか問い合わせがあったりね、行きますみたいな話聞くとなんか嬉しいですよね。いや、俺も嬉しいです、本当に。ありがとうございます。じゃあね、来週水曜日、ね、はい、はい、そうですね、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。感謝します。感謝します。はい、じゃあ山田さん、はい、
あ、感謝してます。してます。はい、今日公園に行ってきました。公園ってあの子供たちが遊ぶ。ああ、遊ぶ公園ね。まあそしたらね、お母さんたちがね、あっつって、あっって、うん、自分の方にね、うんうんうん、注目してくるんで、あって、鉄棒ね、やって、人だってことで。じゃあ山さん、鉄棒の動画かなんか上げてんの？あ、上げてないの。公園で、子供に、と一緒に遊んだりしてるの。何？鉄棒ってどんな感じの鉄棒やるの？低鉄棒で、前回りとか、逆上がりとか、蹴上がりとか、中抜きとか。中抜きって何？中抜きって蹴上がり分かりますよね。蹴上がりっていうと、こうやって、まあ、鉄棒に足掛けるってやつ？違う違う。手、ブラーンといったら、今度は帰ってきますよね。その時に鉄棒に足を近づけて、離さないでると、鉄棒にこう、上がるという。まあ要はブランブランして、そのままぐるんって上に上げるってこと？まあそんな感じ。そんな感じ。まあ蹴上がりっていうのがあるんですよ。まあ要はすごいね。逆上がりの反対？逆上がりの反対みたいな。まあいいや。まあなんか余計混乱するから言いません。はい。まあ蹴上がりはまあ鉄棒の外側でこう上がるんですけど、中抜きっつうのは鉄棒の中に足を入れて、すごい体を抜いてこう越えるという。こうやって移動すか、乗り越えちゃうってことか。飛び越しだと鉄棒をこう飛び越すとかね。すごいね。そのことを、まあ、子供にこう前回りのやり方とか教えてるんだ。そうなんだ。今日はかけっこもやりました。小学校3年生と4年生の子がいたので、男の子が。一緒に走ったの？そうそう。4年生っつうとね、もう負けたことないから。4年生に？3年生の子と走ったら、同じぐらいのスピードで走ったんで、これは道路で走んないとダメだなっていうことで、障害物のないところで走って、3年生の子と4年生の子とも走って、まあお母さんに見てもらったら、まあ、自分の方が勝ったということで今日も負けずに済んだんですけれども、すごいね。でもね、まあそんなことして楽しんでます。今日はその時のお母さんがね、こう腰が痛いんだけどって言ったら、じゃあ腰治す言霊があるからっつんで、我は神なり愛と光なりっていうね、言霊を教えてきました。あと、まあオーリングをね、教えて、オーリングだとオーリング、こう指をこうねしっかり握ってて、でギュッてやると、ついてないって言うと力が抜けてパカッと開いちゃうと、でじゃあ今度ついてるって言ってっつうと、こうしっかり離れないと。だから、言霊が大事ですよってことを教えてきました。以上です。素晴らしい。素晴らしい。山田さん、ほら、ちょっとお願いというかですね、そこまでこう高度なものを教えられるんで、まあ、感謝してますので、ぜひ広めてくださいよ。そうですね。感謝してますが、最新だし、今ね、一般で広めようっていう感じで。でも、そのオーリングのこととかね、我はね、雷、愛と光なりまで、そういう難しいことでも教えられるんだったら、感謝します。もう余裕のよっちゃうんですよ。大丈夫。クレーンの時、お客さんとか同僚に感謝してますのは伝えてましたし、あと今日トイレ行ったらトイレ汚れてたので、きれいにしてきました。素晴らしい。でも感謝してますもんね。皆さんで広めましょうね、我々。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いきまーす。せーの。万歳万歳万歳、よっしゃ、素晴らしいでーす。ありがとうございます。じゃあ続きまして、山口ひろみさん。はい。はい。感謝してます。感謝してます。感想？感想っていうか質問です。はい、質問、はい。はい。達也さんの講演会の件なんですけど、はい。お電話番号が書いてるじゃないですか、講演会。はい、はい。だから多分、初めての方のご連絡が今も2件ほどあってて、初めての参加だから、マルカンのこととか、
ひとりさんのこととかも知らない感じで、ちょっとショートメールでやり取りしてたり、LINE でやり取りした、私たちスタッフだと思って、だから当日、この前も当日の方が多かったんですよね。で、当日でもいいですかっていう質問に対して、いいですよって、やっぱりすぐお答えした方が安心するかなと思って、嬉しい。なんですけど、どこの県でも当日で OK なんですよね。そう、基本は当日大丈夫だよ。まあ一応ね、その会場が消防法みたいな関係で入れないみたいになっちゃうと、なんかまあそれは事前にうちに言って、なんか満席でちょっと入れなくなりましたみたいなね、ことはご案内させてもらうときあるけど、基本は大丈夫です。当日も全然受けてるんで。はい、わかりました、ね。それもそうだよね。知らない人いるからね、当日ね、はい、お断りみたいになっちゃうとね、かわいそうだもんね。はい。大丈夫です、ね。感謝してます。感謝します。ありがとうございます。万歳化していただきます。せーの。万歳万歳万歳よっしゃー、はい。はい。ということで、まぁ、ちょっとね、お知らせもあるんですけど、実は今までね、神、心理基ファンデーション、はい、過去仮のお名前がね、ちょっと、これから決めるよって話があったと思うんです。これは、正式に今日決まりました。おー、やったー、みんなすごいよ、はい、ここにいる人たちは、おーってね、歓声が上がると思いますが、美海運ファンデーションに決定いたしました。美海運美海運ファンデーションです。はい。この名前で正式に決まったっていうことでね、各本部の方にも、もつたつが言ってますんで、美海運ファンデーションです。はい。美海運はね、そのままの字ですから、美海運ファンデーションとして皆さんも宣伝してください。はい。ということでね、美海運ファンデーション。はい。美海運ファンデーション。なんか素晴らしい、応援されてる気が。嬉しい。そうですね、嬉しいね。そう。美容液たくさん入ってるファンデーションですので。はい。そのまま名前の通り美海運で、美海運美海運ファンデーション、いいね、素晴らしいです。はい、だから皆さんもね、美海運ファンデーションで全然ね、お知らせしちゃって大丈夫なんで、これからね、変わるってことないんで、美海運ファンデーションです。はい、なんでね、大丈夫ですから、どんどん安心してお知らせしてください。よろしくお願いします。どう、ここに関して何か質問ありますみたいな人いるかな、大丈夫、大丈夫かな。美海運ファンデーションね。はい。まだお値段とかそういうのはね。ああ、どうぞ。はい。はい。はい。あ、感謝してます。感謝してます。美海運ファンデーションの、一本のサイズって大体どのくらいのことを予定してますか？まだこれからの話かな、それも。まだほら、値段とかそういうのも全然決まってないんで、まだこれからはっきりしたら、ちゃんとすぐお知らせします。はい、わかりました。ね、いい質問ね、ありがとう。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。大丈夫かな？はい。大丈夫？ということで、じゃあ皆さんのね、大丈夫でなければね、今日ね、ちょっと取材会がね、この後控えてますんで、なければそろそろ終わりにしたいと思います。大丈夫かな？はい、大丈夫？あ、大丈夫です。大丈夫ですか？はい、ということでね、じゃあ皆さん最後にね、もう一度マイクを開いていただいて感謝しますので、3回連呼しましょう。はい。せーのでね、大丈夫かな？じゃあ開ける人開いていくよ。せーの。感謝してまーす。感謝してまーす。感謝してまーす。はい、ありがとうございます。はい、はい、ということで、6時の全員集が本日は以上となります。ありがとうございました。ありがとうございました。またお会いしましょう。ごきげんよう。5秒前、4、3、2、1、ふわふわ。感謝してます。